久保さん。まあ、あれですよね。あの、練習は本番っすね。うーん。なんかビジネスの本番って、今なんですよね。うん。なんかあの、この前ですね。僕、メルマガ読者さんで、あの、メルマガ読者さんの悩みとか質問を受け付けるっていう、 L の部屋っていうラジオ番組を作ってやってて、まあ、そこでね22歳の22歳の子がお便りいただきましてパーソナルトレーナーですねでそのお悩みがどういう悩みだったかっていうとなんかその大学生の時にコンサル受けたのかなでそのパーソナルトレーナーの情報発信して、まあ、商品なんか売ったらしいんですけど売れなかったとで売れなかった原因はまあ自分が一流じゃなかったから だから僕は一流になってから情報発信しようと思うんですけど吉谷さんどう思いますかみたいな今すぐやれみたいなね <laughs> うん、なんかその一流とセールスって違うよっていう一流の人はセールスうまいのかっていうだからその営業の一流だったら分かるんですけどそのラーメンじゃあおいしいラーメン屋さんって多分日本にいっぱいあると思うんですよおいしい 料理屋さんとかいっぱいあると思うんですよ。だけど、あの、売れるか売れないかは別なんですよね。うん。だから何すかね。うーん。い、なんか昔はね、例えば、三種の神器みたいなね。あの、洗濯機、冷蔵庫、なんちゃらみたいな。物がなかった時代、サービスとか物がなかった時、焼け野原で日本が戦争で負けてる、何もなかった時は、 物がなかったんで、物を作れば売れたんですよね。だって物がないんだから。だけど今物とかサービスが溢れかえってるので、ある一定のクオリティがあるわけですよ。だから、物を作ってもいいものでも売れるかどうかわかんないですよね。うん。まあ、じゃあセールス、その売れなかった原因って何があるのかっていうと、まあ、そのセールスやってないからですよね。 うん、セールスせず、だから現場でセールスして、で、その結果を見る。じゃあ何が悪かったんだろうっ,つって改善する。で、また売ってみる。何が悪かったんだろうって改善してみる。また売ってみる。何が悪かったんだろうって改善してみる。で、それを繰り返すと、セールスの一流になれると思うんですよ。セールスはね。うん。なんかそんな話をして、 であとはその物語ですよね。久保さんが言うようにその、プロダクトローンチですよね。だからその、なんだ、今こんなこと勉強してますと、こんなことをやってますみたいな。で、その物語形式であのやってって、じゃあその,パーソナその物語形式で情報発信してって、えー、一流になりましたってなった時に、じゃあ一流になったんで、バンって出したら、そのローンチになってるんで、あフ,ァファンの人がね、ああ、待ってましたみたいなね。 トレ、トレーニング、あなたからちょっと、トレーニング受けたかった受け、受けた、いつかいつかって待ってました、みたいなね。まあ、それ売れる、売れる可能性上がるし。うん。はい、僕一流です。はい、どうぞ。売れますかっていう。うん。これは、あの、なかなか売れないですね。うん。まあ、昔と今やっぱ違うんでね。本当に。 今もう溢れ返ってますから。うん。そう。だ僕ね、ここなんだ、昨日、昨日、なんだ、昨日泊まったところと今日ここ泊まってるところって、こっちの方がちょっとクオリティ高いんですよ。三井、三井、三井さんか。三井大企業っすよね。三井、三井、三井住友三,三井グループだと思うんですけど。結構、あの、 部屋のクオリティは高いんですよ。で、お、おしゃれだし、まあまあ。うん。なんだけど、なんかね、昨日泊まったところの方がなんか味がっていいな、みたいな。<laughs> 昨日のところの方がなんかちょっと味がっていいな、みたいな。うん。な、おしゃれなんですよ。おしゃれなんだけど、あっち、昨日のところの方がなんかちょっと味がっていいなと。結構多分古いんですよ、昨日のところの方が。うん。そう。 だからその、なんですか、き昨日のとこ鍵だったんですよ。こう鍵。まあ、ここはね、もちろんカードキーですね。オードロックで。そう。で、その、このカードキーって、あの、まあ、そのホテルによってあれですけど、部屋版ついてないんですよ。なんか封筒にカードキーが入ってて、封筒に部屋版入ってるんですけど、カードキーに何も書いてないんですよね。で、昨日ですよ。まあ、カードキーだけ取って外出したんですけど、部屋版なんだっけみたいな。 でもその、昨日のところは、まあ、鍵に、鍵があって部屋盤ついてるんですよ。まあ、迷う必要ないですよね。<laughs> あ、やばいあ。思い出しましたけど。思い出して、あ、よかった。みたいなね。<laughs> そう、最初6回押して、あ、6回じゃねえなと思ってね。あ6回じゃなかった。みたいな。そう。何、何、俺何回だっけみたいな。<laughs> そう。だよし、悪しいですよね。 よし、あ、悪しですよ。うん。だからまあ、なんですかね。別にその、なんだ。ネットビジネスを教えてるね。あの人なんかいっぱいいるわけじゃないですか。うん。だけど、久保さんから教わりたいですっていう人もいるわけじゃないですか。でも、久保さんから教わりたいですってなんで、じゃあ久保さんはネットビジネス界で一流なのかっていうと、一流じゃないんですよ。もっと稼いでる人もいるし、少なくとも多分マーケティング力だったりとか、 その売り方は多分僕の方がスキルはあると思いますよ。だけど、僕じゃなくて久保さんから習いたいっていう人いるわけじゃないですか。で、じゃあそれなんでっていう話で、久保さんが発信してるからじゃないですか <laughs>。久保さんが発信して、あの、久保さんのことを知った人がいるからですよね。これを、いや、僕も吉谷さんぐらいになって、えー、からやろうって言ってたらね。まあ、始まんないですよね。 みんな結構そういうのがありますよね。うーん。だか久保さんのやっぱなんで、なんでその成功したのか麻雀店からそのすぐ成功したのかっていうと、やっぱね、すぐやったんですよね。自己アフリートセミナーすぐやったんですよ。もうここに着きますね、はい。まあ多くの人はね、その自己アフリートセミナーやっても来るんですかとかね。どのコーナーみたいなね。セミナーやっても来るんですかみたいな。 久保さんなんか一人セミナーもいっぱいやってましたよね。多分一人セミナー相当やったと思いんですけどね。<laughs> 一人セミナー <laughs>。もしくは人、誰もいないけどセミナーするとかもやったと思いますし。うん。とにかくま、すぐ、まあ、学んだことをとりあえずやってみる。改善してみる。失敗したらどうやったらうまくいくんだろうって多分やってきたからだと思いますけどね。うん。ビジネスはやっぱね、現場のその結果、やっぱ結果、 目先の結果を取るためには、目先の結果を取るためには、前の結果が必要なんですよ。まあ、天才だったらね、何もやんなくても最初からすごい結果を出せるかもしれないですけど、そんな天才あんまりいないので、じゃあこの求めてる結果、目先の求めてる結果を出すためには、その前段階の結果が必要なんですよ。で、この結果のデータをどう自分で解釈して、受け取って、分析して、で、改善して、 この欲しい結果にこう到達するかっていう、そこを数こなさないとダメなんで。でもみんなそこをやんないんですよね。うん。だから例えば、ウグイスパンも、ウグイスパン食いましたっていう動画を撮ってね、いや、そんな動画撮ってなんか意味あるんですかとか、それ撮って商品売れんですかとか。まああるじゃないですか、一般的に。でもそれもテストして、テストした人し,テストし,た人しかわかんないですよね。 で、僕も最初、久保さんの方が YouTube 先にやってましたから、僕は思ってましたからね。売れんのか売れてんのかな久保さん。実は売れてねえんじゃないかなみたいなね。思ってましたから。でも僕もめちゃめちゃいろんなテストして、あ、料理動画でも売れるんだ、とかね。<laughs> なんだ。<laughs> なんかその、ぼ、ぼやくみたいなのもあるんですけど、あと、た、ただ食べるだけとかね。あ、こんなんでもいいんだな、とか。<laughs> 僕もいっぱいテストして、あ、なるほど、久保さん。あ なるほど、確かにっていう、分かってきましたからね、僕も。だって、久保さんより僕おとあの、遅先ですから、あの、まあ、経験は僕の方がありますけど、その自分、自分でこう発信するっていうのは、久保さんの経験の方があるんですよ。ネットビジネス歴史は僕の方が経験あるし、だけど、自分で発信してキャラクタービジネスをやっていくっていうのは、久保さんの方がやっぱ先輩だったわけですよね。うん、もうやってましたからね。僕は鹿児島で独立する前から、ずっと自分でね、即歌塾やって、こうやってましたから。 思ってましたよ。久保さん本当に稼いでるのかなみたいなね。でもやりながら分かりましたね。なるほどって。あ、こういうやり方もあるんだなっていう。こういうやり方もあるんだっていう。うん。だからまあ結構まあ、でもただ、そのやっぱコンバージョンレートを上げるためには、やっぱ入り口と出口。山本太郎さんの動画でアクセスを集めて売れる可能性はもちろんあるんだけども、まあ低いですよね。1万回、なんか1万回回回回ってた動画もあったじゃないですか。なんか。 最近。一万回回したとしても、じゃあ、速果塾が売れる可能性っていうのは低いわけですよ。だって入り口と出口が違うからね。山本太郎さんに興味ある人は多分クリックするわけなんで。だけど、可能性はゼロじゃないんですよ。可能性はね。可能性は全然ゼロじゃないんですよ。<laughs> うん。でもそれやってみないとわかんないしね。うん。そう。だからまあ。 やってテストだから僕が刷り込まれ、ね、テストしてみろっいろいろもう全部,全部テストだよっていう全部テストだよっていうのはねすごく僕好きなマインドセットというか教わったことなんですけど全部テストだみたいなうん、はい、あそうだから裸のやつだから僕も何回か裸の子の子やってたんですけどあのそうあのかっこいいですって言われましたかねおかっこいいかみたいな 筋肉,だから筋肉、あとイ、インスタとかもね、指、指をこう投稿して、指が、指フェチの人がいて、その指いいです、みたいな。あ、指いいんだ、みたいな。あ、そっか、世の中に指フェチってのも確かに、いるよな、みたいな。で、まあ、僕より筋肉ある人もいるだろうし、だけど、ね、あ、吉田さん、かっこいいです、みたいな。ありがとうございます、みたいな。 だからその筋肉がちょっと細マッチョっていうね、めちゃくちゃマッチョより細マッチョの方がちょっといいみたいなね、いう人もいるし、いろんなの好みがあるじゃないですか。ラーメンも、あの、和風が好きっていう人もいれば、豚骨で油ギッシュでめっちゃ、その、二郎ラーメンみたいな、もう油マシマシで、そっちの方がもうガッツリ系で好きっていう人もいるし、でも油マシマシでそんな油ギトギトのラーメン何がうまいんですかっていう人もいるだろうし、 これやってみないと分かんないですよね。うーん。だから目先の結果を、目先の結果を欲しいんだったら、目先の結果が欲しいんだったら、今は結果を出せってことですね。今は出せと。<laughs> そう。目先の結果が欲しいんだったら、今は出せと。言ってらっしゃい。